おはようございます。今日は鳴沢村の紅葉台に来ています。国道139号から、入っていって、車でも登れる展望台があるんですけれども、そちらの方に自転車で登ってみたいと思います。ちょっと余裕があれば足和田山とかその辺まで、足を伸ばしてみたいと思っています。では行ってきます。はい、スタートしました。国道139に紅葉台の入り口の標識があるんですけれども、そこを右折して、登山道の方に向かっています。展望台レストハウス、ここから登っていきます。いきなりかなりの激坂。レストハウスが見えてきたよ。あの先を左ヘアピンでレストハウス。はい、レストハウス到着。よし。さて、紅葉台でちょっと休んで先に進んでみたいと思います。よいしょ。おー、涼しいね。で、ここで登山道と作業道が分岐するんですけど、登山者も多そうなので作業道の方に行きます。ちょっと作業道を見失った感じだったんで戻ります。よし。
なかなか怖いけど行けるか。パンクしないように行かなきゃね。これいつまで続く。産業道まあこっちのが全然走りやすいわ。おう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 、おう、
よし。戻ってきました。よいしょ。いやー疲れた。三個台疲れた。さあ後ろを振り返ると富士山が見えるはず。
疲れた。よし、観光台から戻ります。うん、やっていこう。はい、三高台から下ったら紅葉台は目の前。よし、こんなとこ。涼しい。
おう。ということで、先週は雨で来れなかった紅葉台付近のトレイルを走ってみました。なかなかハードだったけど、ここから結構うちまで距離があるんで、安全第一で帰りたいと思います。じゃあお疲れ様でした。